皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はバイオハザード7レジデントイービルゴールドエディションをファミ通から紹介していきたいと思います。彼女の運命はサバイバル親父に委ねられました。ゾイ救出の手がかりは、舞台となる沼地近辺にはジョーの家以外にもいくつもの建物があるそうです。その中でもひときわ目を引く教会があります。中の気配は人の気配は感じられませんが、ゾイを救う手がかりがあるかもしれません。他には巨大な水門が確認できます。どうやらごく最近建てられたもののようです。朽ち果てた船はこの水門に関係があるのでしょうか。ジョーの敵はアンブレラだけではありません。ジョーの家付近の沼地は本編でゾイとイーサンが別れた桟橋へとつながっているようにも感じられます。運よくゾイを発見することができたジョーは、彼女を救うために森の中へと足を踏み入れることになります。しかしそこにはアンブレラ以外にも脅威となる存在がいるそうです。新種のモールデッドか。沼地はベイカー邸からそう遠くはないため、クリーチャーのモールデッドが徘徊しています。さらに本編でも遭遇したことのないタイプのモールデッドも、ジョーのサバイバルスキルは果たして通用するのでしょうか。中にはジョーの家のキッチンがあるそうです。不吉な影を感じさせる人形はベイカー邸をほっとさせるそうです。お前は俺の家族だ、必ず直してやる。各エピソードをクリアしてオリジナルアバターをゲットしましょう。バイオハザード7の最後のエピソードとなるワンオブゾーンノットアヒーロー配信を記念して、トロフィーチャレンジ第2弾収束キャンペーンの実施が決定しました。各エピソードのクリアトロフィーを獲得することでオリジナルアバターなどがもらえるそうです。ぜひ両方クリアして全てのアバターをゲットしましょう。対象者には2018年1月下旬以降にプロダクトコードが記載されたメールが順次配信されるそうです。条件となるトロフィーを獲得した後に PSN にサインインしてトロフィー情報を更新すればエントリーができます。プレゼントメールから受信するためにはプレイステーションネットワークからのお知らせメールを受信許可するに設定してください。メールは SEN にご登録いただいているメールアドレス宛てに送信されるそうです。メールを受信できない場合は対象資格を失うことがあるそうなのでご注意ください。エンドオブゾーンでクリアプレゼントされるものはイーサン、ミア、ゾイ、ジョーだそうです。またノットアーヒーローでクリアでプレゼントされるのがベイカー系アバターセット、クリフ、アンブレラ社エンブレムだそうです。両方クリアで手に入るやつはプレイステーション4カスタムテーマだそうです。これで あなたも私たちの家族よということだそうです。またバイオハザード7の全てを堪能できる一本となっております。バイオハザード7には GE にはエンドオブゾーンのほか、これまでに配信された有料ダウンロードコンテンツ発禁フッテージボリューム1とボリューム2も収録されています。バイオ7の全てを楽しめる内容なので、まだ本編を未プレイの人にも超おすすめの作品です。収録コンテンツ一覧を紹介します。バイオハザード7本編発禁フッテージボリューム1、フッテージはベッドルーム、ナイトメア、エクストラゲームはイーサン、マスト、ダイ。発禁フッテージボリューム2、フッテージドーターズ21、エクストラゲームジャック、
50/50 The Birthday End of Zone。 同日にももう一つのダウンロードコンテンツ Not a Hero も無料配信予定です。こちらもお忘れなく。どうぞ。というわけで今回はこの辺で、バイオハザード7レジデントイービルゴールドエディションをファミ通からの紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS 拡散をよろしくお願いします。